西武秩父駅は埼玉県秩父市や坂町一丁目にある西武鉄道西武秩父線の駅である。道線の終点。駅番号は SY36、SI。西武鉄道最西端及び最北端の駅である。また、関東地方の大手私鉄の駅としても最西端に位置する。関区町配置駅であり、 西武秩父駅管区として、武蔵横手駅東駅管の各駅を管理している。駅名に、西武を含む。地元での通称は、西武駅。JTB 時刻表の作品地図では、秩父市の代表駅として表記されていないものの、東京特部からの列車が発着していることから、観光ガイドなどでは、秩父市や秩父地方の玄関口として紹介される、ことがある。 秩父駅とは、離れた位置にあり、乗り換え駅ではないが、近くの秩父本線のお花畑駅で、乗り換えが可能であり、改札脇から、校内商業施設、西部秩父駅前温泉祭の湯と秩父本線の、踏切を通ると、徒歩5分程度で到着する。秩父鉄道への直通列車も設定されているが、その本数は少ないので、お花畑駅まで徒歩で乗り換える場合が多い。 一部列車は、当駅から、秩父本線三部口方面に直通運転を行っている。2017年に、リニューアルされた西部秩父駅は、グッドデザイン賞を受賞した。リニューアル前の駅舎改札口ホーム単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、計二面三線を有する地上駅。単式ホーム部分が一番ホーム、島式ホーム部分が2.3番ホームである。 一番ホームには特急、秩父が発着する。一番ホームの東側に改札内コンコースがある。改札内コンコースと2.3番ホームは古線橋で連絡しており、エスカレーターとエレベーターが設置されている。また、改札内コンコースと一番ホームとの間には友人の中間改札口が設置されており、駅員が乗車券、特急券をチェックする。 直下圏でない秩父鉄道からの乗車券類を所持する乗客は有人通路で取り扱って利用可能である。また、1994年より自動改札機が設置されており、パスもスイカが利用可能。また、臨時改札口もあり、秩父夜祭りの際などに使用される。トイレは、改札内のほか、商業施設、駅前温泉祭の湯にも設置されている。 中見瀬通り時代も設置されていた。2003年には、羊山公園の芝桜観光を目的とする、旅客に対応しきれず、一時改札止めになったことがある。西部秩父中見瀬通り1991年4月23日に、駅隣接の敷地内に開業した、西部鉄道直営の商業施設。当駅改札口と秩父鉄道のお花畑駅を、 つなぐ連絡通路を兼ね、屋根付きの広い通路の両側に、飲食店や売店のほか日本酒や蕎麦など、秩父地方の名産品を販売する店舗が並び、イベントスペースも設置されていた。夏季の新施設への改築工事のため、2016年2月に連絡通路を閉鎖、4月から5月29日にかけて、全店舗が閉店し、大半が解体された。 西武秩父駅前温泉祭の湯2017年4月24日にグランドオープンした物販や飲食店を備える複合型温泉施設である。地上2階建てで新築部分と西武秩父中店通りをリニューアルする部分で構成され温泉、飲食、イベント、物販の3エリアに分けて整備された。秩父観光と秩父温泉ブランドの向上を目指し、 秩父夜祭りをはじめとする秩父地域において年間300以上開催されている祭りをテーマに据え施設全体に祭りをコンセプトにしたい賞を施している。1階の大部分は秩父土産市とドンクエところ祭りの園であり改札寄りに土産物、名産品の販売スペースと売店があり中央にフードコートを設けて食事を提供している。 祭りの湯は1階の奥に受付とレストラン、2階全体を温泉、岩盤浴、休憩スペースとした。露天風呂と内湯があり、露天風呂は岩風呂や日本全国の温泉を組み上げた人工温泉、花見湯、内湯は高濃度人工炭酸泉やジェットバスの他サウナがある。岩風呂では温泉を使用しており、泉質は含む要素、ナトリウム、マイナス塩化物霊光泉。 休憩スペースは、欧米屋タイプと翌朝まで仮眠ができる個室を設置している。合わせて、駅のリニューアルも実施され、駅舎外装や改札内外、コンコース、特急改札口、特急ホーム、古戦橋を和風イメージに改装するとともに、駅前広場と駐車場も整備された。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通りである。駅前ロータリーは、 秩父市街と周辺を結ぶバスのターミナルとなっている。大半の路線は、当駅を出ると、秩父鉄道を渡って、西側の中心市街地を経由し、秩父駅に停車して、各地へ向かうコースになっている。注車区出店西部秩父駅前温泉祭の湯に、関するカテゴリー。ありがとうございます。